急いでお風呂終わらせた。なお早っ早すぎん。こんばんは。ジュネ様絶対それはすぐ切れちゃう。やばい。あゆかちゃん、てっちゃんかわいい。ゆういちろうさんお疲れ、ありがとうございます。夜ご飯食べない食べない予定だよ。あんまりおじさんバラありがちょう。お疲れ様です。本日もようやく終わりが近づいてきた本日もようやく。こんばんは。りんたろうさんハートありがとう。夜は食べないはよ。寝れんくならんのよ全然そう、お腹空いたと眠いだったら眠い方が勝つ人やけ。そう大丈夫、すごいでしょ。あ、ライブどうでしたか皆さん。2つとも外れた、マジか。ティーダカウカウカナピヨン、当たったので行け。おチャートリーおめでとう。ひろつぐさんおめぽよ。野外ライブ当たったか見に行く。おどっちもスタジオとチャートリーどっちかですか。こんばんは。やすべさんお疲れありがとう。やすべさんお疲れありがとう。岸壁当たった人、スタジオ当選者、おめぽよおめぽよおめぽよ。外れた方もおるんやね。めっちゃいっぱい申し込んでくださったんかな。鬼までのライブ当選、どういうこと、スタジオ、うん違うあれ、どっちも当たりました。あーすげー、それはすごい。スタジオ第一志望してたのに。あ、そうなんや。スタジオめっちゃ人気ある。そうなん。でもスタジオもチャートリもでもなんか人気あるイメージ。チャートリは強そうよねチャートリはなんかすごい、もうめっちゃすぐ申し込まんとさ難しそう、メンバー的にそう、すごい。チャートリー皆さんすごいですね。こんばんは。チャートリーアリス応援します、よろしくお願いします。チャートリーの方が朝早いよね。チャートリーの方が早いのでね、そう声出ししておいて。あ、声出しできんかなあー悲しい。心の声出しを。ティーラカーカーさんハートありがとう。部屋着って感じ。そう T シャツT シャツ、うん、女子力動画上がった。あかりんさん見なくちゃ見なくちゃ。あかりんの部屋もまだ見てないよね。チケットないけど朝一で行くよ。マジか漏れた音を。でも確かに外だからね。岸壁うん、だから聞こえそうじゃない普通にその座るところには行けんくても、なんか近くにおったら聞こえそう。こんばんは。うちは持ってきます。うちは持ってアピールよろしくみんなアピールやろってくね。服いいねT シャツよ、ただのこれはさや姉さんのやつ、プレゼントもらったね。こんばんは。心の中で情熱かわいいパリちゃんって応援しよう。やろってくやろってくよろしくお願い
いしますよ、みなさん。もううちわとペンライト、外でもペンライト見えるか見えるか。うちわとペンライトとアリサグッズを持ってきてね。りんたろうさん、だるまありがとう。こんばんは。あ、AKB さんのアプリなんか見た。ななさんとかもツイートしとったやつ見ました。ドボーンみたいなドボーンだったき。こんばんは。これグレーよ。黒というかグレーですね。グレーシャツグレーです。早く前髪が見たい。前髪はお誕生日配信のね、お誕生日配信の時にそうやりますよ。ドボーン、ドボーンやない、ドカーン、ドカーンやったっけ。 AKB48 のドボーンみたいな感じの方。こんばんは。麻雀ドボーン、ドボーンドボーン。ひなべやってる会社と一緒だよ。そうなん。へえ。ドボーン。どういうゲームかわからん、ありそう。でも大富豪とか麻雀とかわからんやり方。だから七並べが分かりやすくていいよ一番。ウノみたいなもんなん。へえ。じゃあババ抜きも作ったらいいのに。ババババ抜き作ったらいいのにね。七並べの方が麻雀より。うっそー、マジ。麻雀とかやり方わからん。大富豪とかも聞いたことはあるけどやり方わからん。うん、大富豪も簡単な。そうな、七並べ、うん、優しい、優しすぎていいね七並べ全然難しくないよとか言う、めっちゃ弱い人がめっちゃすぐジョーカーを最後まで持っとってバースト負けする人が言うマージャンプロの人1年習って、マジガチやんそれはガチやな。七並べカード出してくれないとめっちゃ思い早く出してって、あのシュタンプやればいい早く出して。大富豪あと七並べやると運ゲーすぎ。ああなるほど、運じゃないんや大富豪は。七並べは確かにこうポンポンポンって配られるカードによるよね。そう、自分が配られたカードの運の良さによるよね。端っこばっかり 7から並べていく系、13とか1ばっかりしかなかったら負けちゃう。ティーダカーカーかわいい、ありがとう。ならべよくわからない。1年得じゃんすごい、さすが。うーあ運やけん、そういうこと。うんーまんパパパン。チャートリ外れたけどスタジオ当たった。おおスーさん少し浮くだったんだよ。私はどっちもいるよ私にはどっちにもいるからいいじゃない。応援グッズがあります。なんじゃそりゃ。応援グッズ。ドボンも入れてみた。トンネル確かにトンネルは意味わからんね。わかる。りんたろうさんこんばんは、ありがとう。こんばんは。ライブ中継？どうなんやろ。いや岸壁の方？岸壁。
アリマリ見たかったね。アリマリ、アリマリはスタジオや。でも中のね、船の船内、船上、船の中でさやる30分のライブもあるの。それはあの普通にいつもみたいに DMM で見れるからね。そう。でもさ、なんか複雑やないな。なんか外でさ、こうお客さんありでやったのにさ、中は見れんのかいってなるよね。みんなどうするどうするんやろ。みんなでどっかに、どっかあれファミレスかどっかに行ってからみんなで見るんですか DMM 開いて。みんなで「あーい!」ってやるかな。ね、同じ日にやるのにさ、しかもめっちゃもう終わってすぐ、終わったらもうすぐさ始まるじゃないですか。なのに中の方は見れないんだよね、みんな。なんか複雑だな。ファミレスとかで集まらんの。よっしゃ、次はファミレスでみんなで見ようぜってやってよ。お願い。面白い。それ思うでしょ。だよね。いつもすぐ近くがびっくりで。そうな。じゃあびっくりドッキリで見てね。だってどっちも当たった人はさ、どっかで時間潰さんといけんもんね。チャーミングトリップが中でやりおるとき、次のスタジオの外まで大変だわ。岸壁公演外れました。かなってアリサデーだった。それな、アリサデーを見てほしかったよ。かなってファミレスでファミレスに入ったすがるように見えるね、くりながら、あがいや。なざいおさむ、夜中と聞かれた。ファミレスならコールできる。やばいです。迷惑すぎるやろ。もう追い出されちゃう、追い出され。カラオケ屋さん、あ、そうなん。カラオケいいやん。カラオケいいじゃないですか。うん、チャートリからのスタジオ公演。それな。でもね、いっぱいねゲットしたんだ。アリサのマイ扇風機とマイハンディファン、ミスト付きの。ミストが出てくるマイハンディファンと、あとマイナス3度冷たくなる冷えピタをママが買ってくれて、あとシャツにシュッ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 って、衣装にシュッ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 ってスプレーしたら冷たくなるやつ。そう、衣装にシュン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 ってこう振りかけたらね、一瞬で冷たくなるスプレーをもゲットして、そう、もう準備満タンって感じ。誰よりも準備満タンやから私。そう、あと冷えシートみたいな、マイナス3度冷えピタシートみたいな感じ、汗拭きシートも持ってるよ。あと塩キャンディー、塩のタブレット、塩分チャージも持ってる。あと梅干しのお菓子を持ってる。もう誰よりも準備万端やからよろしくな、みんな。アリサを見習え。みんなお持ち物はそれぐらいだよ。持ち物準備してる？ちゃんと。準備してるかい？パッ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 。塩キャンディー、塩キャンディー大事。塩キャンディーと梅のカリカリ梅とか、梅のお菓子大事。めっちゃむくむけどな。こんばんは、こんばんは。誰よりも準備ばっちり。ピース。
見習ってください、ほんまに。もう持ってなかったらもう振りまくから、ステージからファー塩キャンディー振りまくね。キャンディー歌おうかな、キャンディー一つほら、お口の中下の層の上で転がすのよ、甘くてちょっと酸っぱい、元気なララララランランで投げる塩キャンディー投げるみんなにいいね、いい演出じゃ。パパパパパパパ、そういうとこビデオ式は準備満タン。いや来た、タッキーくんや、やっほー、待ってました、待ってました、雨巻きそう、塩飴、塩飴を巻きます。舞台からだいぶ離れそうなそんな離れとるん、じゃあめっちゃもう、うらーって泣けんうらーって泣けんと届かんやんマジか。ツイッターでアリサが泣けちゃう、泣かれず、確かにみんな拡散してねアリサからもらった塩飴4メートル、4メートルか、え、4メートルってどんぐらいかいで、え、4メートルなら飛ばせそうじゃない。ソフトボール投げとかもやっとったもん、アリサソフトボール投げ5メートルぐらい飛んだ記憶あるけどなソフトボール投げ、あらーって投げたらかなり、あれ、あれ嘘、5メートルってめっちゃある。ソフトボール投げで結構投げた記憶あるよ。4メートルか。ターナさん、かわいい、ありがとう。ゆういちろうさん、ハートありがとう。キャンディーキャンディー知ってる、そばかすチュチュなんて気にしないわ。5メートル飛ばなすぎ、あれ嘘逆に5メートル飛ばなすぎ、ソフトボール投げマジかそばかすチュチュなんて気にしないわ、鼻ペチャだってだってだってお気に入り、かけっこスキップ大好き、何だっけ、かけっこスキップ大好き、私はキャンディなんで知っとるんや、なんか歌練習しとったことある気がするこの歌キャンディーキャンディーの歌です、これアニメの歌だったっけ、アニメの主題歌、鼻ぺちゃだってだってだってお気に入り、かけえ、何やったっけ、かけっこスキップ大好き、なんとかこうとかお絵かき、お絵かき、お絵かき、砂かき大好き、子供の時聞いてた、本当歌忘れてた、いや、ウレピーナッツウレピーナッツ、チュッパチャップス、キャンディーでは確かにチュッパチャップス、コーラ味、私はキャンディーあ、ほんまや、ありさもあかりんさんの YouTube のやつ来てた。今思うこと話したら涙腺崩壊しました。これは見なきゃいけん。あ、キャンディーキャンディー。でも曲しか知らんかも、ありさも。アニメはわからん、見たことない。
曲は知っとるよ。髪型はボサボサポニーテール、学校用のボサボサポニーテール。ボサ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 。明日は楽しみなことがある。いやはーい、いやはーい、いやはーい、はーい、はーい、はーい。漫画しか読んだことない。漫画もあるん。そう、ああてっぺんはねじってるだけです。ねじねじ。前髪ねじねじです。元は漫画、あ、漫画なん。へえ。前髪はねじねじしてるだけだよ。パパ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 パ。そういえば、アリコンのね、日をね、平日でもいいよって皆さんが言ってくれていたので、28日にやろうかにゃーんって思ってるんですけど、どうですか？バンバワンバワン。バンバーバン。28日、来週、え、今日何日？ 18、 来週の金曜日、来週の金曜日で、そう、1ヶ月にね2回やろうっていう話やったんですけどね、9月にねなっちゃうんですけどね、もう1個が。そう、8月、本当はもう土日でできる日を探してたんや、アリスはずっと。そう、土日、土曜日か日曜日の日で、次の時も土曜日か日曜日でね探してたのに、土日がね全然ダメだったよ、本当に。そう、これから今後の予定を聞いたら、今週はその船の22日はね、船のやつがあって、その次はスタジオのオンラインイベントがあって、で来週の土日もなんかはてな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 なんか入ってて、そう、今まではあのカウントダウン TV を撮影しに行ったりね、さ、なんかそう、振り入れとかがあったりしてから、土日が空いてなかったため、そう、9月に、そう、9月に参加、9月めっちゃ忙しいことになるかもしれん。もう早めに NGT さんのやつも決めとかんといけんな、それだったら。なおちゃん、嬉しい、ありがとう。28日、今来てる人ライブでさよねさん、マジマジ。それでね、あの2回目 SKE さんの2回目は誕生日にやろうと思った、誕生日配信の時に。でもさ、誕生日って CD 発売の日だからさ、なんかありそうじゃない？分からんけど、なんか、え、どう思いますか？なんかねえ、アリスの9月2日が誕生日なんですけど、9月2日は CD のね、5枚目の CD の発売日でもあるんですよね。なんかありそうじゃなーと。そんな、なん、 CD 発売なのにさ、ずっと家におることある？そんなことある？と思って、まあちょっとかん、分からんけど、保留やね、2回目は。うん、だからそう、2回目は誕生日配信の時にやろうかなって思う。誕生日の日に誕生日配信ができるかはまだ分からんけど、誕生日配信を SKE さんのアリコンの第2回目と一緒にやろうと思っております。はい、
よろしくお願いいたします。ということで、ですね、ですね、そう、ゆりちゃんかわいい、ありがとう。ぽよん。8月の28日に、SKE さんアリコンの第1回目をやります。よし、ひげのペンで書こう。28日、 SKE アリコン1回目をやりたいと思います。リリースの日、分からんけど、何もないんかな。そんなことある。ゆういちろうさん、ハートありがとう。誕生日まであと思って、そう、メール取ろうかな。嬉しいな、なほちゃん、アリコメールね、ぜひぜひ取って読んでくれたら嬉しいな。ハッシュタグのアリコメールで返信も待ってます。遅れてる。ちょっとこの新しい金色のイヤホンさしてみよう。金色のイヤホン、ポチッ。どうなった、訪れ。これがマイク。おー、すごい、差し心地いいね。どう、聞こえる、これがマイク合ってますか。治った。すごいすごい、治った。これがマイクなんや、やっぱり。あ、これか、かっこいいでしょ、金ピカ、金ピカの新しいイヤホン。カラオケはまた もうちょっと後でやろうっと。トゥルルルトゥルルル。握手会のおすすめメンバーはもちろん渡っていい。もちろん見直しありさだよ。アリコン6、いや、アリコンはあのね、今度は2回にね、1ヶ月に2回やろうと思ってて、そう、前まで25曲とかあったやつを10曲ぐらいにね、そう、コンパクトにしたんですよ、セットリ、レセットリスト。12曲あった。25曲とか28曲とか30曲近くね、入れてたやつを12曲にキュンって減らしたので、 それをだからね、どんぐらいやろうね、1時間半、まあ、2時間あったらできるかなって感じよね。全部フルで歌うから、2時間あればできるなって感じだから、17時からかな。そう、次のアリコンは、17時からぐらいで良さそう。パッ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 。あ、もう俺、おじさん、ハートありがとうございます。ハート。MC 着替え、いや、着替えね、どうしよう。着替えね、どう、そんな衣装持ってないけどね、アリサ。そんな衣装持ってないけど。右な、せいよ、ポッション、せい、ダダ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 ダ
ゆういちろうさん、ハートありがとうございます。そう、1時間じゃなんか短くない？すぐ終わりそう、1時間だったら。だから2時間ぐらいあった方が、見に来てくれる人も増えそうだし、1時間あったらなんかすぐ終わって、そう、みんな見に来れんまま終わってしまいそうやけ、うん、2時間ぐらいかな。目当てに、そうね、アリコン。え、次は SKE さんの曲を、こう SKE さんの曲をやるから、 SKE さんの曲、 SKE さんのファンの方とかねSKE さんのことが好きなファンの方とか見に来ていただけたら嬉しいなと思います。2時間ぐらいちょうどいい感じですよね。3時間は長すぎるけど、そう、2時間ぐらいがいいね。チューリーさん、チューリーさん、チューリーさん来てくれるかな。歌唱力のエントリーは31日まで。そうね、そう、31日まで。でもね、アリサね、選曲に一生迷っとる。本当に選曲にもう一回出したんやけどね、そう、ファイナルアンサーでも31日までなんよね、立候補受付のことでしょそれって。そう、立候補受付が31日までなんですけど、曲、選曲の締め切りがもう終わってるよね。なんかそれまでに出したんですけど、アリサ1回でも、いや、やっぱり第一候補と第二候補逆にしたいなっていう気持ち今もうね、一生迷ってる、どうしようって感じ。うん、ヤッホー。そう、第一候補と第二候補今逆にしたいなっていう気持ちになってるえ、変わるそう、別に言ったら。だってまだ31日まで立候補受付だもんね。立候補はもうしてるんですよ。曲をもう送ったんやけど、早すぎないなんかまだいけると信じてるから、アイスは言ってみるよ言ってみようと思ってる。そう、でもそれで、うん、わからん。そう、選曲大事ですよ、本当に選曲大事マンジェラさん、ハートカーソーファイト、ありがとうございます。究極の選択なんよ。そう、どういう感じで迷ってるかというと第1回も第2回目もね、なんか恋愛ソング的な、もう高校生シンガーが歌ってる恋愛ソングを選んだんですよだから可愛い系、まあどっちかというとバラードとかじゃなくて、そう、ルンルン系のノリノリな曲の可愛い系の歌を選んだんですけど、そう、今回もそういうイメージ、そういうイメージの、キュンキュンな恋愛ラブストーリーの曲にするか、なんかまあバラードなんかな、バラードというか大人っぽくなりすぎない、あの切ない恋心を描いた失恋ソングまあキュンキュンではない、失恋、ゆっくりなね失恋ソングにするかで、今究極の選択なんやちょっとイメージを変えてね、そう、ルンルン系のキュンキュンの曲ばっかり歌ってたから、そう、ちょっとゆっくりめの大人っぽくはない、大人、背伸びはしすぎない、なんか ゆったり系の切ない恋心失恋ソングにするか、めっちゃ迷ってるよめっちゃ迷ってるのそう、ちょっとイメージを変えていくか
いて。新しい、そうなんですよ。でもね、ちょっと暗めないよね、曲がね。だからな、なんかキーをアリサがね、難しい、一番手こずるところはキー設定ができないのが一番あれなんですよね。そう、声が高いからさ、低い音が出ないんよ。だからそう、ちょっと原曲で歌ったらなんかちょっと暗すぎる感じに聞こえてしまうよね、声が高いから。そう、それがね、曲のイメージがなーって感じ。難しい、キーを1個か2個ぐらいこうピョンピョンって上げれたら曲の雰囲気も明るくなってから、アリサの歌いやすい音域になってなんかいい感じになるんですけど、キー上げれないからなーって感じ。そうだよね、予選ででもあんまり挑戦しすぎたらね、決勝戦いけないから ちゃんと考えないと。チームホリーさん、ひまわりありがとうございます。悩むよね、そう、めっちゃだってめっちゃだってのとすよ、その通り。先生にも聞いてるよ。先生はイメージを変えた方がいいんじゃないかって言ってくれたんですけど、でも全然アリサが選びたいキュンキュンの方の曲も悪くはないって言ってくれるけど、最後はもう自分で選ぶしかないって感じ。最後は自分で選べって感じ。まあね、イメージ挑戦というかするのは、イメージちょっと変えるんなら決勝戦に行けた時、もし決勝戦に行けた時に変えてもいいし、そう、予選はそんなにね挑戦しない方がいいよっていう気持ちはあるよね。うちの曲でもありさらしかて、本当ありがとうございます。めっちゃ悩んで、違う分あれで違うね。でも20とかをめっちゃ研究してから、あー、そうやったらいいやと思って今勉強してから、そう、そっちのなんか違う一面を見せれる方の曲も勉強してはいるんですよ。そう、あるとある有名な映画の主題歌そう、とある映画の主題歌になった曲だから、その映画を、そう、一人で夜見て、主人公の気持ちをね、そう、理解して、あ、こういう気持ちだったんや、最初アリサはこういう曲やって想像しとったけど、あ、映画見てその主人公に沿ってちゃんと書かれとる歌なんやなっていうのを勉強して、そう、今いっぱいねノートに書いてる、ノートにね自分のこの気持ちをね書いて、こういう気持ちでこういう表情でって書いたりはしてるんですけど、めっちゃ迷うなそう、最後は私が決めますわ楽しみにしていてください。トゥルルルルルル、そう、全然イメージと違った。そう、あ、そっち系ねって感じあ、そっち系ねみたいな、イメージしとった感じの気持ちの感じが違ってた。映画見終わった後の私はうん、うん、大丈夫頑張りまーす。
ST 出向は ST 派出たほうがありそうだえ、でもあん時はよりかは全然成長したと思う、アリサノート。あの時は本当にその時はオーディションでそばかすを歌ったじゃないですか。だからそばかすの曲をね書いてたんですけど、その曲はそばかすの曲を理解しようとかいう感じじゃなくて、もうとりあえずもうここの思い出はの D が下がるからちゃんとここ上げてみたいな、そういう歌のもう歌い方の注意しか書いてなかったよその時は。わかりますか、思い出はここ音程外れるいつもみたいな、そうとか、大嫌いだったそばかすをちょっととか、なんかここでちょっと感を出すみたいな。そういう歌い方のあれしか書いてなかった、その時代のミネオシアリサ。そうでも今はちゃんとその歌を伝えるように歌わんといけってこう勉強した、いろんなところで。おっす、ため息を引いたって歌が好きな。どうやってたっけ、ため息を引いたつヘビー級の恋は見事に、恋は見事に、なんか語尾を気をつける、まあいいよその曲は。ため息を一つヘビー級の恋は見事に、角砂糖と一緒に溶けた、一緒に溶けた、前よりももっと痩せたね、ちょっとチクッとささみたいな。そう、もうそ見んでもわかるよどこ気をつけといけんか。あれはもうそばかすのプロとお呼び。ファンジェラさん、音符とハート、イラツグさん、尊いありがとうございます。振り付けたこれチクチク、うん、何だったっけ、角度とうとう一緒に溶けた、前よりももっと痩せた腕にちょっとチクッと刺さる棘が痛い、星占いも当てにならないわ、はい。でここで表現変えて声が当てにならないわ、変える、もっと遠くまでって感じの歌です。そう、それもめっちゃ、それはその歌詞の意味、こういうそばかすはこういう歌で、失恋ソングなんよそばかすも。あ、そばかす失恋ソングやわ、失恋ソング歌ったことあるね、アリサ。そばかすは恋愛ソングじゃない、失恋、そばかすが原因で失恋しちゃった女の子の歌。そう、ここ自分ではチャームポイントだって思ってたそばかすが気に入られんくて、そう失恋しちゃったっていう曲ですよね。凛太郎さん、だるまありがとうございます。夜明けのミュウ、キャップマイシャル、ありがとうございます。夜明けのミュウはね、でもそう、どっちも賛否両論って感じ。あれ、賛否両論って感じ、わかりますか。夜明けのミュウめっちゃ良かったって言ってくれる方もいるけど、夜明けのミュウはちょっと違ったっていう方もいる。あれはでも自分でも分かる、本当に。ゆうちろうさん、ハートありがとう。そばかす、ハートの、そうだよ。そばかす。失恋したことない。失恋したことないわ。恋したこともないね。だからね、
そう、自分なりに考えるんですよ、その曲を。そう、恋した時の経験談とか、あの時の自分はとかがないから、そう、その好きな人とか、その曲のね、その曲の中で言ってる好きな人とかを自分の大切な人とかに置き換えて考えるんですよ。そう、これはあの私が学んだことないけどね。なるほど、そうやって考えればいいんかと思って。恋愛サーキュレーション、そうだよ。え、恋愛サーキュレーション好きですね、皆さん。知ってる？知ってるんですか？そんな恋愛サーキュレーションと弱気のミュウは一生悩んどったんよ、あの時は。そう、そばかすはもう絶対、そばかすにがで、そばかすで勝負するっていうのは絶対って決めて、そうで、そばかすでもし上に上がれたら、もう8人には入ってるじゃないですか。8人で1位から8位を決めるだけで、8人には入れたわけだから、もう8人に入れたらもう順位はどこでも、あのもう光栄すぎるからね、順位はどこでもいいと思ってて。とりあえずあの歌がなかったよ、歌のレパートリーがなさすぎて私ので、恋愛サーキュレーションか夜明けのミューかでずっと悩んでた。そう、恋愛サーキュレーション、セリフ多め、歌というよりセリフって感じよね。だから夜明けのミューにしたんですよ。パンパパンパパパンパパパン、人気な曲、確かに、だだだだ、確かに、だだ確かに、で夜明けのミューは確かに、自分でもなーちょっと違うかなーと思ったことあれは、でも小学校3年生くらいになんか一回歌ったことがあるなーっていう記憶で歌っただけ。ラップ？ラップや、いや、ラップやってみたい、ラップ。My favorite song。 Ooh, I just wanna make you happy, I'm more 笑ってほしい、 Happy, happy?忘れちゃった笑顔も大丈夫、ちゃんと取り戻して、その笑顔を見てるとき、ほんと幸せ、ハッピーをワン、ハッピーに、エイ、 Anything, everything you tell me。 あ、夜にかける、いや、めっちゃ難しくない、あの曲。でも好き、アリサ、夜にかける、なな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 な、開かるように、たん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 、夜にかけるめっちゃ好き。縄跳びダンスできん。縄跳びダンスできん、アリサ動画で覚えれんのよ、誰かに教えてもらわんとできん。I just wanna make you happy, I'm more 笑ってほしい、 Happy, happy 忘れちゃった笑顔も大丈夫、ちゃんと取り戻して、その笑顔を見、次がわからん、もう次がわからん。夜にかけるめっちゃ難しいよね、なんか早くない？なんかセリフ量が多い、歌詞が多くて、早く、テンポ早くて、あの裏声めっちゃ使うし。ゆうちろうさん、ハートありがとう。その笑顔を見てるとき、もし決勝行けたらそれ歌おうかな。NiziU が好きすぎるから。なーてん、秘密なら nothing, nothing。 特別なものあげるのに、そんなのかい、
笑顔にしたいのに。なあてん、たた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 。ねえねえ、何見て、何着て幸せ。話してみて、すべてね。Ooh, I just wanna. 22時、両方当たった。すごい、モネティアン、モネちゃん、すごい。22日両方当選、おめでとう。おめぽよ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 。おめでとう。初 everything。 え、そうなんや。 everything ten ten みたいな。 sing everything anything anything everything じゃないですか。でもティーンって歌ったのよ。それがかわいい。 Everything Anything You tell me K-POP のかわいい、 NiziU のかわいさよ。そこはティーン、シングよね。普通に読んだら Everything 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 Anything You tell meGirl me 素敵、綺麗な恋、 Girl me 英語の発音かわいい、かわいい、かわいい。だってミーシャさんの Everything とか Everything You Everything って感じやん。それとは全然違う。 Everything Anything You tell meわかりやすい。最近ね、そう、最近あのストレッチの時にストレッチの時にね、その音楽のなんか壮大な、そう、ミーシャさんの Everything が流れるんですよ。こうやってストレッチしながら Your Everything Your Everything あなたが思うより強く壮大な音楽がかかるんよ最近。だからめっちゃなんか耳に残ってる。You're very 多分矢作もえかちゃんも歌ったんですよ。そう、だからアリサ知ってるんやと思う。矢作もえかちゃんが歌ってた気がする。第1回目か第2回目か決勝戦で。え、眠くなるよ本当に。こうやって開脚、例えば開脚してからこう前に行きよるときに You're ever いや面白い。最近の耳に残ってるソングベストナンバーワンニャンバーワン You're everything You're everythingあなたが思うより。ハットドッグ、ハットグ、ホットドッグ、ホットドッグ、ハットグ。あ、そういうことな、韓国語読み。へえー、ハットグ、ホットドッグ、チーズホットドッグって意味なの。ハットグってチーズハットグ。そうなん、初めて知ったわ。初めて知った。真夏の果実、あー、わかる、わかるかも。うん、ホット、英語ではハッ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 。なるほどね。言うてあきれて、え、待ってね、あ、ラップね。でもね、アリサってね、あの歌詞見たらできるようにしたんですよ。Make you happy のラップMake you happy のラップね。歌詞出ないかな、読み仮名付きの読み仮名付きの歌詞がねあったら歌えるようになったんだよ。ハッ
ラッパーラッパー You can make the song You are gonna make you happy man なんとかの一生みたいな感じよね。このね歌詞をね教えてくれる人がおるんですよYou my favorite song Tell me at Tell me la u ah Face me do now B-I-C-Y あれちょっと待ってね。 Tell me la u ah Face me do now B-I-C-Y Dog pipe goodbye どう？マイカちゃんかリマ、そうリマちゃん上手すぎるよね。てみらうあーフェシミドゥナービアビセワルソッペBICY ムソッハー BICY ムソッハー BICY ムソッハー BICY ムソッハーノーグッバイビッグボーバイでもう一回言うよこれを。てみらうあーフェシミドゥナービアビセワルソッハー。あーもうシリが起動したわ。ノーブクッペイ、ノーグッバイベイブグッバイ日本語もあるよ、日本語。次、日本語。次、日本語。君がくれる安心、寄り添って休めるための場所。光が満ちて、フィール、いつだって夢見てるの一生。からの、完全スイートメロディー本当に癒してくれるセオリープルドンリーピー聴いてずっとずっと You're my favorite song You're my favorite song You're my favorite song 完全スイートメロディー本当に癒してくれるセオリープルドンリーピー聴いてずっとずっと You're my favorite song Ooh I just wanna make you どう上手くない？いや日本語だったらいけるわ。テミラウフェシミドゥナービアイムセレスオッハービアイシーワイムソッハーノーグッバイベルグッバイノーグッバイベルグッバイベルテミラウアフェシミドゥナービアイムセレスオッハーノーグッバイベルグッバイノーグッバイベルグッバイ難しいですね。それでは口並べを始めたいと思います。皆さん新しいねあの時計をゲットしました。その名もコカ・コーラ時計どうかっこよくね。黒赤のねここにコカ・コーラって書いてコカ・コーラ時計じゃじゃーん。新しい時計をゲットしました。めちゃめちゃに合ってると思います。これ時間てみらうあフェシミドゥナウ景品じゃないよ。買いましたよこれ。売ってたんよ普通に電気屋さん時計のところ。かわいくない？ノーグッバイベビーグッバイ。よし何秒に押すかと言いますと8時30秒でできます。8時30秒に押しましょう。電波時計そう8時30秒でいきます。てみらうあーフェシミドゥナウBICYムソハノグッバイビッグボーバイ君がくれる安心寄り添って休めるための場所光が見てフィールいつだって夢見てるの一生なんとかのセオリープルドンリーピー聴いてずっと You're my favorite song You are my treasure make you happy more 30秒ですよ皆さん。10秒前9、8、7、6、5秒前4、3、2、1スタート。押しました。You are better than my king イッチかいねそれ。あゆみちゃんのやつ。おーマットさん柏木まさきさんハッチッチマイハッチ推しの方
ありがとうございます、対戦。いっちー、いっちー、いっちーさん。こんばんは。ありえないぐらいかわいい。うれてぃ。うれてぃ、みんな。ありありあり。好きなそ、好きなそ、好きなそ。好きなそ、好きなそ、好きなそ。いっちーさんのやつだったらこんなんが好き。ダーラ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 イエーイってやつ、なんかみんな歌ってた、耳にめっちゃ残ってる。ダダ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 ダみたいなやつと、あとアイシーみたいな曲を好きよ。これは YouTube で調べたらもう一瞬一発で出てくるんやけど、なんか蜂の巣ダンスみたいな服着てるやつ、黄色と黒の I see that on my scene I see that on my scene みたいなやつ、めっちゃ可愛い、なんかかっこいい。え、どっちも可愛いもかっこいいもどっちもある歌。 Hey, 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 I see that on my scene Yo, hey, hey, hey.I see that on my scene. Na na da da fire da 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 いけいけいけ、あーマジか、1を取られてしまった、やばいやばい。嘘、いつの間に4位になってた、全然勝てんかった全然勝てんかったんやけど、びっくりした。中学何年生？中2だよ、どういうことや、高1やわ、ミニオシアリス JK やわ高1やわ。あ、てかカラオケもやってみよう、カラオケ。これ新しくね、新しいイヤホンに変えたんですけど、できるかなカラオケ。ここを近づけんかったらいいよね、こんぐらい。ダラダラダラ、どうやって勝てると、え、めっちゃ勝てそうなカード持ってたもん。そしたらパスの回数が足りんやった。よし、パパパラララン、50秒に押します。8時4分50秒、押してからカラオケやりたいと思います。まあ、タララ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 ラ押しました。だってだってだってが入ってる、歌えんけどだって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 好きになっちゃったんだもん、タラララララ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 ララタラ、だって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 、マストビーナウマストビーナウ歌を歌えるかなだって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 、あ、レーモンさん対戦ありがとうございます。あれ一人しか当たらんかった、嘘やん、みんな押した。あ聞こえますか。あ、閉ざされてた、え待って、え BGM ちっちゃくない、
ああああああえこれおあれアップできる機能ないんか。聞いてくれん。こっちのイヤホンから音が流れてない。こっち外したら何も聞こえんそんなことある。ちょっと待ってね。ちょっともうちょっと分かりやすい曲にしよう。へいと誘われてた闇の中で、このマセイザメス。嘘、なんでやろ。新しく買ったばっかり。こっちの耳から音が流れんかった、さっき。ダダダダダダ引かれない。あ、流れとる流れとる。どっちも流れてるわ。よかった。うはうはうは。まるですれ違いざまに声をかけるかのように抱きしめられそうになっても腕をすり抜けるわ。男と女はいつも理屈なんかじゃない。
なんか2個耳つけたら全然自分の声聞こえんやった1個だけにしとかっと自分の声が聞こえん音痴になる自分の声聞こえんかったら25秒で押しますよ。初恋至上主義ちょっとやらしていけるかな10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1、ポン。押しました。わあああああああ。わあああああああ。あれあれ。柏木まさきさん、愛、あ、M、間違えた。M、愛すべき。ミルクさん、大戦ありがとう。よし、ポン。初恋至上主義で至上主義難しいよねこの曲。きた、いきまーす。やってみる。初恋からずっと君のことが好きだ。あの気持ちは変わっていない。
で、これね、アリコンの NMB さんのやつに入れようとしとったんやけど、歌えなさすぎてやめたんよ。これ難しすぎ、よく歌えますよね、NMB さん。難しすぎる。難しすぎ、これ。おお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 うーん。どうしよっかなどうしよっかなアリサこれめっちゃ好きちゃんこハートありがとう久しぶりだやっほー田中とはしばらくで誰なんや誰のことなんで田中が出てくるやろめっちゃ気になってた田中わし田中は元気かみたいな初恋至上主義の歌詞の中にそう田中誰やねんって感じまあよく絶対どっかにはおるけどさ田中って人そう絶対クラスに一人はおるけどしていた愛された記憶がない
負けた、アリサ負けた、カナピエンありがとうございます。この曲は STU48 の課外活動ユニットスタジオというね、歌とダンスのグループのスタジオで、スタジオの公演の曲に新しく入ったので、ぜひぜひもうこの曲を聴きたいと思った方はもうぜひ DMM で見れるので見てください。よろしくお願いいたしますいつかは出て行こう、めっちゃダンス難しい、これめっちゃダンス難しいんですよ。これなんかね、サビのところでからねこけそうになる、いつも。どういう顔で泣けばいいの、手も絡まる、手も絡まれそうになるし、うん、こんばんは。足もこう前に前に出して横に出して後ろに出して横に出してみたいな、お足も絡まりそうになるし、手も絡まりそうになるし、もうずっこけそうになるよね、自分の足に自分を絡めてそう、もうこけそうになる、ほんまに。このダンスサビやばいこれは HKT さんの歌です。 HKT さんのメイクノイズっていう曲でございます。これはみちがずっとやりたいって言ってた曲。おいしい。そう、道がずっとやりたいって言ってたやつ。当たったよ、スランプくんね、ありがとうございます。対戦こけないいやマジでやだよね。だってね、裏話なんですけど、裏話というかもう気づいてるよねこれ、みんな分かりやすい間違いなんですけど、あのドライブインライブのスタジオの時にあのメイクノイズを踊ったんやけどね、昼だったか 夜だったか昼だったかちょっと忘れたんですけど、あのメイクノイズみんなで、あのこう背中向けて一番後ろまで下がっていくんよ、みんなで。それで「てん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 、はい、どういう顔で泣けばいいの」とか、なんか大サビのところでみんなで後ろに行って一斉にくるっと前向いて一斉にドーンって歩いていくみたいなところがあるんですよ。そうありますよね、見てくださった方は分かると思うんですけど、そこがねあるんですけど、そこでなんかあのみんなで後ろに下がってきたは下がってきたんですけど、あのなんかマリナだけなんかワンテンポもツーテンポもなんか早く振り向いてから、そうまだみんな後ろ向いて止まっとんのにマリナだけ振り向いて一人で前に歩いていくっていうあれみんなでくるって向いてみんなで一斉にドーンっていくのに、そうマリナがあれ一人だけ前向いてるんだって、一人だけ前に行きよったね事件があったんよ、ドライブインライブ昼か夜か忘れたけど、あれマジで面白かった確かになんか前向いてしまったらさ、もう止まっとくこともできんやん勢い余ってさ、一人で前行きよったよほんまに面白かった、うん目立ちたいな。まあまあ、そのマリナが先に行ってみんなでついていくっていう演出でもいいんですけどあれはみんなで行くところやみんなで同じやわ、そこはめっちゃ面白かった。だってね、アリサの隣かな、隣ぐらいにおるんですよマリナ。なんか一人だけ「お前向いたそう」と思って「お前行ったそう」と思ってほんまにね、あのめっちゃキメキメのね、いかんといけんとこやけ、顔そう笑顔じゃなくてもうキメキメの顔でね、もうドヤドヤって感じでね歩いていかんといけんとこやけさめっちゃ顔は決まっとんよ、もうドヤドヤ顔でめっちゃ間違えるっていう一人で
マジであれ面白かった、忘れられんあれマジで忘れられんそう、なんか行ったぞ、誰一人で行ったぞあれあんまり面白い、どう昼やったか夜やったか忘れたけど、ドライブインライブの時に大谷さんがあのめっちゃ堂々とやらかした事件あれほんまに面白い。タタタン、どういう顔で泣けばいいの。注目、岸壁、岸壁ライブの時も注目してくださいメイクノイズはね、めっちゃあの音強くできるように頑張ってるけ、チューン、はい、テレンレン、テテテン、ウォー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 、チャ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 、メイメイクノイズ、ウォー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 、パッ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 、暗闇のドーベル、めっちゃあのキメキメで踊るっけ、見てくださいね注目ポイント、スタジオの注目ポイント、その1、メイクナイツ、こんばんは干されてない、干してない、別に干してはない自分から勝手に前行っただけよそれでは続いてはですね、25秒でいきます。29分25秒、8時29分25秒。マリーナとクーカちゃん、え、なんかうん、わかる、ポーカーフェイスって感じじゃない、わかるポーカーフェイス、25秒ですよね、25秒でいきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ポン、押しました。なんかさ、めっちゃ決めてる、めっちゃ頑張って決めたわけじゃないけど、わかる、めっちゃ頑張って決めたわけじゃないけど、その曲の雰囲気に合っとる表情しとるよねポーカーフェイス、かっこいい。でもアリサもね、20でねめっちゃ勉強してるけん、表情表情の作り方はね、うまい子がおる、うまいメンバーがやっぱいるんですよ、演技力というか、そう、パフォーマンスに劣らず大切なことは演技力ですそう、演技力がうまい方は何、実力、歌とかダンスの実力は 80%70% ぐらいだけど、演技力のおかげで 100% に見せられる力を持っておりますみたいなそう言ってた、演技力で。右後ろのベースギター、ベースギターこれですか、これウクレレです、ただのこれは全然ベースギターかっこいいものじゃない、ウクレレちゃんです、うん、トントン、推薦コメント投稿しました、めっちゃ久しぶりに聞いた、そういうそれありがとうございます推薦コメントとかめっちゃ久しぶりに聞いたな、皆さんも気が向いたら推薦しといてください、私は推薦コメントをめっちゃ久しぶりに聞いた、ありがとうございますそう、ウクレレです、ぴゃんぴゃんぴゃん、どういう顔で泣けばいいの、ドボーンしてないAKB さんのドボーン やろうとドボンバ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 ン、ペンライ
ント振ってる、みんながピョン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 。パイセンやがらば撮りました、イエーイ。スタジオですか、チャトリタッチャンザナチキタッチャン名前やろ、タッチャンザナチキ、おめでとうおめでとう。ダイナソー花束ありがとうございます出現率ドボン、ドボン、ドゥ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 、ユーナで1と2の腕、すごいユーナ、ユーナさんすごい。もちろん2部の方へ、スタジオさすがスタジオ、もう汗ダクダクダックぽよって感じで頑張りますもう汗で前見えてますかってぐらい頑張ります、見てね、丸亀で勝ち丸亀、丸亀うどん美味しいよな、丸亀大将ダックぽよ、汗ダックぽよって感じで頑張るアリスはね、汗ね、もうマジでね、顔にめっちゃかくタイプないよね、最近思ったんですけど。そう、もう汗キューンって感じてきて、もうめっちゃね、顔からピョンって汗がピョン、ファン、ファン、ファンって顔から汗飛び出てくるタイプやからさもうね、もう目に入りまくってやばいよ、汗が目に入りまくってそう、もう染み込むじゃん、汗が目に入ったらめっちゃ染みるじゃないですか、だからもう防どうにかして防がんとと思ってあ、ひどどさん対戦ありがとう、こちらこそありがとうございます。続いての対戦はですね、55秒でいきます。34分55秒でいきます。準備はいいかい、涙は染みないのに汗は染み、え、確かに、なんでなん、なんで汗にはあんなに塩が入っとんか、塩分入ってない、汗に涙は別に入ってないけど塩分入ってる汗は、パンパンパン、55秒、5秒前、5、4、3、2、1、パトン、押しましたよ口に入ったら汗で、いやだ、汗口に入りたくないな、パンパンパン、どあれ、誰にも当たらんかった、悲しい、とりあえず悲しいとりあえず悲しいんだけど、でもそれでも岸壁もうあれですね、もう当たったよーって方も、当たって外れたーって方も半々ぐらい見つけた気がするすごい、みんな申し込んでいただきありがとうございます、完璧ライブ、1部も2部も22日、1部も2部もどっちも出演します、全4公演ぜひご覧くださいチャチャカチャチャカチャチャカチャチャ、パンパンパン、いつもそれかわいい、超マットルはピュン、ちゃんと選んでくれたんですか、ちゃんと申し込んでくれたの、マットさん、うん、私のためにちゃんと申し込んでくれたのかい、うんうんうん、ドゥ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 、2周年放送出るんだからツイ
ター見つけたが、ツイッター見るね、後で。ツイッターチェックマンに走るわ。ツイッターチェックマン。マジか、人気上がってる、いや人気上がってるんかな。スタジオ推しの方とね、チャートリ推しの方がね、いっぱい申し込んでくださってありがとうございます。どうもありがとうございます。でもそれでさ、もしよ、もしさ、何アリサ推しのみんなばっかり外れとってからさ、岩壁ライブの時アリサうちわが少なかったらもう悲しすぎる。悲しすぎるんやけど、全4公演あるのに頑張れない。そんなことあったら。その可能性もあるよね、アリサ推しの方ばっかり外れすぎてさ。岩壁のライブいざやってみたらアリサうちわが一個もなかったみたいなことない？もう怖い。みんなアリサうちわも持ってね。あれ行く、あの見当たったよって方はアリサうちわいっぱい持ってから来てくださいね。よろしくね。悲しすぎるよ本当に。フライトです。フライトってなんじゃ。まるちゃん、ないちゃん当たってる。マジすごい。どっちもスタジオ。まるちゃん、ないちゃん強い、天才。オリジナルティーツイッター一部発表しとく。ありがとう。誕生日でよくついてなさすぎん。あとさ、ついてなさすぎん。大阪からどこかに日帰りで飛びます。そうなん。忙しいな、忙しいな、そりゃ。気をつけて、お気をつけて、いってらっしゃいませ。キャビンアテンダント CA。 どういう顔で泣けばいいの。誰かのことを待ってたのよ。教えてもらえなかった。次。次は45秒でいきます。40分45秒45秒てってってか45秒でいきます。船の中、どうなんやろね。いや別に外よりは涼しいと思うんですけど、船の中ちゃんとクーラーとかもつけてくれとると思うし。でも踊ったらね、そんなことわからんよ。涼しい、踊ったら一緒やね。船の中も暑いです。熱々激熱です。45秒でいきます。5秒前5、4、3、2、1スタート。押しました。こんばんは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 。おたそつありえる、マジ。それはナッシングトゥーマッチ。それはナッシングトゥーマッチでよろしくね。てっちゃん、てっちゃん対戦ありがとうございます。てっちゃんしかいないんだけど。あんまり当たらんくない今日。みんな、押してる？ちゃんと。押してるかい？みんな。でもね、あのね、チャーミングトリスタジオはもちろんもうめっちゃ暑いんやけど、スタジオで汗かかんかったらもう逆に大丈夫ですかって感じになるやん。そう、スタジオ公演はさ、めっちゃ汗かかずにもうすっきりした顔でやりよったら、ちゃんとやってますかってなるやん。でもさ、あのチャーミングトリップ
公演もね意外ときついんよあれ。そう意外とチャートリーも可愛い系なんですけど、可愛いけどなんか激しい曲、めっちゃダンス激しい曲がいっぱいあって、なんかもう盛り上がるワキワキ系のバクワキ系の曲がいっぱい詰め込まれてるから、そうチャーミングトリップもめっちゃ汗かくよ、びっくりするぐらいチャートリー公演の時もみんなびっくりするぐらい汗かいてる、アリサも。そうだからどっちも楽しい、どっちも大変だけどどっちも楽しいですうん、当たらすぎるから同じ時計かもしれないえこれ嘘、新しいの買ったのに、コカ・コーラ、コカ・コーラ時計、電波時計だよ。電波時計ってね、あの太陽、日光、窓際の日光に向けてリセットボタンを押して置いとったら、あの電波を受信してからずれとるやつも戻るらしい。だからみんなもたまにやってみて、電波時計の方そうなんかこう窓際で日光で電波受信できるようなところに置いて、ここにリセットっていうところがあるんやけど、じゃんちゃ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 、はいはい、タッタッタタラララランランっていうリセットボタンあるんですけど、そこをなんか爪楊枝かなんかでピョンって押して、そうやったらリセットというかなんかずれとるやつとか戻るらしいから、電波受信してやってみてくださいね、みんな。やるわよ、やってみてやってみてな。ダララララランラララララランランって教えてもらった時計屋さんの人に時計買うとき、時計屋さんの人に。イヤホン近くに置くと電波拾えそうなん。イヤホンめっちゃ近いよ今おけまる、仕事終わって帰ってる前、おつーおつおつー、カズリンおつー熱血テレビがどんな番組かわからんあれ山口だけでしょ流れるの、見たことない、熱血テレビとか広島は流れない、山口テレビ、山口のテレビ。電波時計風邪は、そうなん、ラジオとかテレ、そうにゃん、勝手に入ってくる電波って初めて知ったわ。バンバーバーバーバンバン、そうなんですよ、瀬戸内ってそういうのあるからね、あれですよね、ラジオとかもさ、ちりめんパーティーとかもさ、あの広島県で流れる日と、例えば岡山とかあの愛媛とか四国ら辺で流れる日にちが違ったりさするから難しいよねそう広島は来週流れるけど、愛媛県とかの方々は来週にアリサが出る時が終わるみたいな時もあるし、あと山口でしか見れんその熱血テレビとかもあるし、岡山県でしか見れんやつとかもあったんよ前、もう今はないんですけど、岡山でしか見れないやつとかもあったから、そう見れんじゃねえかーってなってただからあの岡山にばあちゃんがいるから録画してもらってそうお正月とかに行った時に見てた。広島でしか見れない ST の CM とか、あーありそう、ヒロテレのやつ、手洗い、手洗い、あれだよね、アリサのやつだよね
家で撮影したあの CM。 卵かけご飯のお店行って、あれあのービチン、ビカン、ビカン地区ビカン地区のところ、いやあそこめっちゃ美味しいけん、何杯でもおかわりできるしお得だし、ぜひ見てください。アイス食べたい、わかるわかるわかる。プラスキー、美観地区最高。次ラスト、ラスト対戦ですかね、本日ラストなので皆さん気合を入れて押しましょうラストはちょっと開けます。48分30秒でいきます。48分30秒。そう、卵かけご飯専門店というか、卵かけご飯が有名のお店みたいな。他の料理もあるよもちろん。あと幸せのプリンもある。幸せのプリン、だるまも作れたりする、いろんなお店なんですけど、卵かけご飯が有名なところお店なんですよ30秒に押します。ひつ並べラスト対戦よろしく。幸せになるプリン、幸せのプリン初見です、嬉しい、ありがとう。まさやさんありがとうございます。少々お待ちくださいね、30秒に押しますので5秒前、4、3、2、1、ダーン、押しました。ラスト対戦よろしく。まさやさんありがとうございます。 ST48 広島県出身15歳のありちゃんこと峰吉ありさと申します。よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローしていただけたら嬉しいです、ありがとう。お、塩こうじいさん、ひげのまささん、対戦ありがとうございます。イエーイ、来た来た来た、ありがとう。プリン食べたけど幸せになるなんか教えてもらった気がする。そのプリンを食べたじゃん、でなんか2週間後か1週間後か1ヶ月後かちょっと忘れたけどに、そのプリンを食べた日の何ヶ月後かにそのプリンの味をこう思い出せたら、プリンの味とこの美観地区で作った思い出とかを思い出せたらなんか幸せになれるみたいな感じのことだっけ、ちょっとっけ。いやまたライガーだからってガラピーまたチャレンジしてください。プーさんルームフォローするわ、ありがとう。パン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 、ちょっと忘れたけどそんな感じだった気がする、そう言うって言われた気がする。そこで今幸せになった、今幸せになったそれはよかったありがとう。もう半年以上また食べに行こう、また食べに行きましょう。それはパンパパ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 パ、22日外れた、マジ拾ってけたかなって、マジか。みんなバラバラやね、外れた方も当たった方もバラバラピーや。あれ何人でしたっけ、何人ぐらい入れるんやったっけ、少なかったっけ。うん、何、岸壁のところって何人見れるんでしたっけ。 DMM 最善で見て、もちろんDMM で最善狙ってください。2月のチャートにライブ時だからちょうど半年、おお、なるほど、ちょうど半年。パンパパンパパンパンパン、バーストで終わった、私もかなってアリミモ係さんと当たったママだ
ママだわそれ。アリサも最後はバーストやった。ポンピン電波時計買うことを決意した。ありがとう。アリサも電波時計新しく買ったのに。キャッ、やばい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 。え、なにこれ、え、なんか音が鳴る。なんか押すたんびに音変わる。すごい。え、どうやって音をセットするんやろこれ。え、すごい。これアラームの使い方は分かってないよねまだ。マックス。アラーム音の癖強くない？なんか。いろいろある音が。おもろ。おもろすぎんか？ででてりりてりり。癖強、やば、おもろいね。ボリューム、ボリュームこれで決めるんか。ああ、うるさい。マックスでか、音マックス入りしたらもう完全に起きれるこれ。寝坊せなくていいねこれ。これやば、ハマった。ちょっと明日の朝がこれでちゃんと起きます。いやこれだ、ごめんなさい。音量マックスにしてもうた。それではキャッチフレーズをいきたいと思います。アリちゃん推しになるのはアリー、アリー、アリサ号出航。はい、ありがとうございます。高校1年生のアリちゃんことミネウシアリサです。イエーイ、ありがとう。あ、そういえば皆さん、じゃじゃん、ただいまあのフォースシングルの振り替えのやつが受け付けております。フォースシングルのあの感謝枠でサイン券、サイン会の券をお持ちの方は8月29日の11時からか8月30日の11時からオンラインサイン会、オンラインサイン会があるので、フォースシングルの感謝枠のサイン会の券を持ってるって方はこちらのどちらかの日にちのオンラインサイン会の券にあのご交換をよろしくお願いします。30日、あ、じゃあ30日じゃね、20日、あれ20日までだった気がする。なのでね、もし感謝枠でサイン会を買ってくださった方でまだ申し込んでない方いましたら、どちらかに交換することが可能なので交換してくださいね。あ、お話し会でも使えるんや、その件。なるほど、お話し会でも使えるそうなので、そう、でもサインの方がお得だよね。サインの方がお得なので。サイン券をお持ちの方はサインに交換してくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。普通の握手券の券はサイン会にできないらしい。サイン券、感謝枠のサイン券じゃないとサイン会には変えられないらしいのでね。そう、ご交換よろしくお願いいたします。イエーイ、いいよ、いいよ。謎の特別、え、なんか始ま、どういうこと？ STU 公式ルーム配信始まっ、え、どういうこと？ショールーム？なんで？何も聞いてないよ。うん、あ、なんかオフィシャルで来てるよ。オフィシャルの
サイトで、ドライブイン、ん？ VR アプリリアライブ360にて配信したドライブインライブルート2の模様、メンバーが実際に VR 体験をして生配信で紹介します。だってさ、オフィシャルのこの公式の STU のやつできました。なんだろうな、 VR を見るんやって。ワンジェラさん、ハートありがとうございます。 VR メガネかけて。なるほど、楽しそう、楽しそうやね、それは。あ、それではギフトを読みたいと思います。ギフト、パンジェラさん、ダイナソー、ソイチローさん、マットさん、ヨイチローさん、ちゃんこさん、パンジェラさん、マットさん、ヒロタンタン、ネイビームくん、キュンです、おじさん。ひらつぐさん、りんたろうさん、ひらつぐさん、チームホリーさん、母さん、ユイチローさん、アモレおじさん、ゆりちゃん、ターナさん、ゆうぼうさん、りんたろうさん、ティーダカンカン、スケモンくん、やすべえさん、アモレおじさん、ゆいちろうさん、てっちゃん、ひとりごとさん、ワンジェラさん、母さん、ギフトありがとうございます。ではランキングいきます。13位塩子おじいさん、12位キュンですおじさん、11位ひでじろうさん、10位ゆうちダビッドソン、9位かんちゃん、8位ひでさん、7位ひげのまささん、6位パンジェラモンスターさん、5位ネイビームくん、4位ゆうぼうさん、3位ひとりごとさん、2位そういちろうさん、1位は、やすべえさんです。イエーイ、ありがとうございます。やすべえさん、ありがとう。よしよしよし、本日も配信を見てくださってありがとうございます、皆さん。あ、そうだ、8月の28日来週の金曜日の17時から SKE さん縛りのアリコン第1回目を開催することになりました。本当にね、ちょびっとだけ遅くなりまして申し訳ございません。8月の第1回目 SKE アリコンは28日の19時から、今のところは何も予定がないので19時からやることに決定しました。そう、土日がね、なかなか取れなくて金曜日になっちゃったんですけど、そう、よかったら見てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。また第2回目はお誕生日配信の時にやろうと思うので楽しみにしていてください。お誕生日配信、お誕生日の日にできるかどうかはまだわからないんですけど、CD 発売の日だからね、なんかあるかもしれんし、何にもないかもしれんし、わかんないんですけど、